皆さんこんにちは、時の空です。今日は私の日常の秘密をちょっとだけ伝えていきたいと思います。朝ごはんはいつもパン、食パンを食べます。私はチョコクリームをつけたパンが好きなんだけど、最近は春だし、いちごが美味しいので、いちごジャムをつけた食パンをよく食べてます。あとね、私ね、普段は髪を結んだりすることもあるんだけど、お気に入りのヘアピンがね、なくなってたの。ヘアゴムも一緒に。それがね、なんとなんと、お掃除をした時にベッドから出てきたんだ。やっぱりお掃除って大事だよね。最近ハマっているものはいろいろあるんだけど、まずは猫ちゃん。お家の近くにね、すっごい私に懐いている猫ちゃんがいるの。猫ちゃんって声をかけるとね、にゃんって言いながら近づいてきてくれるんだよ。かわいいでしょ。そういう猫ちゃんたちをなんか可愛がっていい子だねってやったりするのが最近ハマってること。あとはやっぱりケーキとか食べるのも大好き。ケーキはね、キューエボンのタルトとか、あ、いちごね、トップスのチョコレートケーキとかにハマってます。春限定の美味しいスイーツもいっぱいあるから、みんなもぜひいろんなね、美味しいものがあったら私に教えてほしいな。ところで、スマホをタップするときの音って言葉にすると何になるんだろう。ポチポチ、タッチタッチ、クリッククリック、シャッシャ、スイスイ、ポコポコ、キュッキュッ。でも私的にはやっぱりスイスイってやるのが好きなんですよ。みんなもさ、いろんな擬音とか試してみると面白いかもよ。私のおすすめは、す、だからね。あとあと、最近、子供用包丁で、お野菜を切るね、練習をしてるの。料理、できるようになりたいからさ。なんだけどね、なんか、意外と野菜が硬くて、筋肉痛になっちゃったの。痛い、痛いよーって。それでも頑張って切ってたら、周りの人たちから、もういいよって止められちゃった。やっぱり私にはちょっと早かったのかな。みんなできるように応援してね。みんなはお気に入りのものってある？私はね、猫柄のグッズが好き。筆箱もメガネケースも可愛い猫ちゃんのやつなんだ。それでね、この前、学校で、筆箱、開こうかなと思って開いたの。そしたら、なんとメガネケースでした。似た柄すぎて間違えちゃったみたい。いやー、かわいい猫はいいけど、間違えないように気をつけないと。と、そんな感じで、私の ASMR。 違う。ということで、私のバイノーラル、いかがだったかな？結構自分のこと喋れたと思うんだ。物足りないって人は、また次もやると思うから、楽しみにしててね。
寝る前にはしっかり保湿するんだよ。それではおやすみ。